皆さん、こんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、4月の、6日です。木曜日ですね。アンラッキーモルフェイスさんの、バンド名なんですけども、M レボリューションという、良い素晴らしい曲が、2022年に、リリースされたんですが、こちらの曲を、世界中に広めてください。最終的に僕の話につながった時にとても意味のある内容につながってくるんです。世界平和について、それは日中との友好関係であって、そもそもその M レボリューションのその M とは何かと、アンラッキーモルフェイスさんのその曲で M がつく曲はいろいろあるんですが、M リーグっていうものが日本にはあるんですが、それは麻雀のリーグなんですよね。で、麻雀は中国で、発明されたものであって、どれぐらいの国に普及してるか知りませんけども、日本でも、それなりに普及して、認知されてる、遊びです。娯楽です。その、タイアップに、最初ついてもらって、で、M レボリューションという、曲を作っていただいたんですけども、それは僕からのメッセージからだと思います。これはしっかりと僕はいつもああしてください、こうしてくださいを言うだけで返事が返ってこないんですよね。だから本人たちに事実確認とか、そのね、話がどこから回ってきて、誰それさんからどういうふうに、どこの会社のっていうところまでね、順々に追っていかなかったら、どこから話が流れてきたか、僕には全然わかんないっていうことになってるんで、状況わかんないんですよね。ただ、僕のしてることは、YouTube に正々堂々と、例えばロシアとウクライナの停戦に関しても、国境線どこに引くかに関しても、いろいろ、試験述べさせていただいてます。提案させていただいてます。陳情です。請願法による。麻雀で例えると、オープンリーチなんですよ。オープンリーチに、あれ振り込んだら、役満じゃないですか。一番得点高いのが役満って言うんですけども、結局自分の話にも繋がってくるんですけども、僕もその我が天下とか、我が天下戦国風とか、任天堂さんとかもそうだし、日本のテレビ局もそうだし、ちゃんとお金振り込んでよっていうところで、政府助けてなんですよね。本当に。だから日中友好関係でいろいろ娯楽分野も考えていろいろ動いてるんだから、そこ分かっての話でちゃんと、M レボリューションに関しては正直ね、M なんとかっていうアンラッキーモルフェイスさんの曲で、クオリティの高い曲と高くない曲があります。で、僕はその辺のところ線引きはっきりしてるんです。 M レボリューションに関しては2022年の発売された、すべての日本の音楽業界の中でベスト3に入ります。そのベスト3の僕の中でのベスト3はアンラッキーモルフェイスさんの、M レボリューションと、アボさんの、新時代で、もう一つが、アレクサンドロスさんの、閃光のファサイの、曲です。ちょっとね、題名が、閃光だったと思うんですけどね、ファイナルファンタジーの、10かな、13かな、それぐらいの頃の、曲で、閃光っていう曲があったんですよね。で、それを、タムさん、TAM と書いてタムさんと読むんだと思うんですけども、あの方に、バイオリンが上手いんで、弾いてもらったりとか、ファイナルファンタジーとか、ロマンシングサガシリーズとか、ああいった、ものの、曲を、メーカーさんの許可をもらって、スクエアエニックさんの許可をいただいて、YouTube でアップロードをさせていただいてもらってます。そういうことを頼んだのも私なんですよね。それが、誰がそのバイオリンを弾くかのところまでは私の方からは何も言ってないです。その、誰が本当にバイオリンを弾いたらうまいのかだとか、そういうことをする時間がある方はどなたですかとか、そういった部分あるんでね、そこはもうテレビ局のつて通して、音楽業界のことを信じて、選んでいただいたので、ね、やっぱり、すごい方、出てこられました。YouTube で僕のホームページからもアクセスできるようにしています。タモさんシリーズということで。
まあ、いろんな曲を、弾いていただいてます。まあ、他にもね、石川彩香さんだったかな、バイオリンを弾いてる石川さんという名前まではね、ちょっとフルネームまではっきり覚えてないんですけども、まあ、その方もね、僕からの提案で、もともと、普通にバイオリンを弾かれてた方なんですけども、アニメ業界とか、まあ、音楽業界と組んでいただいて、まあ、バイオリンで、ヒットした歌とか曲を、弾いていただくと。で、そのうちのいくらかを、寄付金として東日本大震災の人たちに送ってくださいで始まったプロジェクトなんです。だからその辺のところはメーカーのご協力していただいた、皆さんありがとうございます。まあ、そういったわけで、世界中のね、政府上層部でほとんどのところで、まあ、世界のいろんな国の経団連を含めて、経済同好会とか商工会議所を含めてね、淡井圭介を知らない人たちっていうのは、まあ、なかなかいない。まあ、野球界とか、サッカー界もそうですよけどね。いろんなところで名前通ってますんで、まあ、マーケティング力はね、僕の名前適当に使ってもらったらありますんで、皆さんどうぞご自由に、使ってください。世界の平和のためにね、日中友好関係のために、アンラッキーモルフェイスさんのエモレボリューション、必要なんです。そのためには奥越えの動画の再生回数達成してもらわなきゃならない。そこはテレビ局の皆さんとか、まあ、音楽業界の皆さん、世界中各国の政府の皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で、メッセージ、終わらせていただきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。